蒸し暑いな。教えて家電を。そんな時は除湿してくれて空気もきれいにしてくれる空制脱臭除湿機がおすすめです。家電を、こんにちは。こんにちは。空制脱臭除湿機ですか？はい、これ1台で24時間365日空間ケアできます。おー、空気をサラサラにしてくれるんですね。はい、センサーの宝庫で温度と湿度のセンサーがここで、高感度ダストホコリセンサー、匂いセンサーがここにあります。すごい、たくさんセンサーがあるんですね。そうなんです。でもどうやって見分けてるんですか？例えば湿度は、この湿度と温度センサーで検知します。湿度が高くなるとこのようにフラップが開きます。左右からの吸気はフィルターを通さずダイレクトに除湿できるので除湿効率がアップします。タンクにね、水が溜まってるんです。はい、お、早速もう溜まってますね。除湿することでエアコンの設定温度を下げすぎずに快適に過ごすことができます。夜寝るときも快適ですね。空気が汚れているときはセンサーが PM2.5、PM1.0、花粉などを感知して自動でフラップが閉じます。あ、動きましたね。これがフィルターなんですけど、ヘパフィルターと活センターフィルターを通して空気をきれいにしてくれます。全部自動でやってくれるんですね。そうですね。今ね、PM2.5 と匂いが赤くなってるんで、はい、空気がちょっと汚れてる状態で除湿をするとどうなるかをちょっと見ましたね。はい、指をね、はい、センサーに当てると今除湿運転を始めました。はい、けどフラップは閉じたままですよね。開きませんね。はい、今空気が汚れてるんで、効率よりは空気をきれいにするためこのフィルターを通して除湿をしています。すごい優秀ですね。はい、テクノロジーにお任せで安心に暮らすことができます。可動音もほとんど聞こえないですしね。そうですね。寝室でも1年中24時間使えますよね。じゃあ冬の結露にも良さそうですね。空間ケアという言葉がぴったりの家電です。では家電を、こちらの商品名を教えてください。リク、あ、消えた。そんなこんなで今回も商品名は教えてもらえませんでした。